レイルウェイストーリー。今日は、江ノ電藤沢駅から出発します。物資通の提供でお送りします。江ノ電、鎌倉藤沢間、約10キロ、駅数15駅、信号上1個、1号、道路も走るので路面電車扱い。この路線単線であり、ローカル線みたいで、昭和時代の風景という雰囲気が出てますね。江ノ島駅です。ここでは湘南モノレールと、ちょっと歩いて、小田急江ノ島線がお乗り換えです。江ノ島腰越間、道路の真ん中を電車が走ります。腰越を出ますと、海の方に出ます。海を見ながら江ノ電に乗るのもいいですね。ちなみに鎌倉高校前を出ると、唯一の信号場に出会います。極楽寺駅です。極楽寺駅と鎌倉高校前駅は、関東の駅100選に選ばれています。昔なじの駅で観光客から親しまれています。長谷駅です。この駅の観光名所は長谷寺と、鎌倉の大仏です。長谷寺の近くにオルゴール館があるのでおすすめです。鎌倉駅は、小町通りと鶴岡八幡宮が、メイン、平日、休日とともに、観光客で賑わってます。江ノ電は、夏が終わり、秋の季節に向かって、今日も、昭和の風景を、走り続けます。物資通の提供でお送りいたしました。レイルウェイストーリー、次回もお楽しみに。